第12回衛星設計コンテストで設計大賞を受賞した X 線変更観測衛星円をもとに開発されたつばめの CG 衛星設計コンテストは衛星設計コンテスト事務局が主催する高校生から大学院生による人工衛星の設計コンテスト。1993年から開催され設計の部、アイデアの部及びジュニアの部の3部門がある。 これまで開催されている学生を対象とした宇宙工学系のコンテストとしては最長の開催実績を有する。コンテストの特徴としてはロボットコンテストや観察と観察と甲子園のように実機を制作して競うのではなくあくまでも概念や有用性を競うコンテストである。過去の上位入賞作品には実際に打ち上げられた衛星も複数ある。 人工衛星開発の登竜門として位置づけられており、卒業後に人工衛星の開発、製造に携わる者もいる。人工衛星の設計を通じて宇宙に関わる基礎、応用研究を積極化する機会を提供し、合わせて我が国の宇宙開発の勧めの拡大に寄与することを寄とする。参加者たちは学生ではあるものの、 学生ならではのプロの専門家たちとは異なる柔軟な発想により斬新な衛星を提案する。それらの概念は後に打ち上げられて実証されたものもある。日本機械学会、日本航空宇宙学会、電子情報通信学会、地球電磁気、地球惑星研学会、日本天文学会、宇宙航空研究開発機構、宇宙科学振興会、 日本宇宙フォーラムという8学会、機関による共催である。第13回からジュニアの部が追加された。ピギーバック衛星の打ち上げ機会は増えており、今後も増加が期待される。ありがとうございます。